こんにちは、永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回のオンライン講座、レオナルド・ダ・ヴィンチですね。おそらくもう世界で最も知られている画家、知られている画家というよりもこの作品ですね、このモナリザ、これはもうまさにもう世界の恋人といいますか、もう世界中の人たちが今、これはルーブル美術館にありますけれども、この絵を見るためだけにルーブル美術館に行く価値があるということで、美術界のみならず実はもういろんな社会現象としてね、レオナルド・ダ・ヴィンチは知られています。そして日本でももちろん有名で、多くの人がダ・ヴィンチ、そしてモナリザはご存知だと思います。でまずここに書いてある通りですね、日本に実はモナリザが来たことがあるんですね。1974年に東京国立博物館でモナリザ展が開催されました。実はこの絵を見るためだけにですね、なんと入場者が150万人、約2ヶ月弱の会期だったんですけれども、1日あたり3万人強ですね。これは実は今に至るまで絵画の展覧会としては入場者の記録なんですね。大変な話題になりました。ちょうど私まだ学生時代だったんですけど、行列をして並んでみたんですが、もう一瞬もう頭越しでちょっと見ただけで終わりみたいな感じだったんですけどね、それだけでも見る価値があるということで、もうこの当時から大変話題になりましたね。そしてダ・ヴィンチにまつわる話、いろいろ話題になることが多いんですけれども、実は近年、実は2017年にですね、オークションにダ・ヴィンチの本物、このムンディという作品、これ肖像画なんですけれどもが出ました。これがなんと約500億円、大体508億円当時のレートでですね、という金額だった。これがですね、実はオークション史上最高額です。まさかダ・ヴィンチのですね、本物が出るとは私も思っていませんでした。実はこのムンディという作品、前からその存在は知られていたんですけれども、いろいろ新顔も含めてどうかなという説もあったんですけれども、最終的に本物ということでオークションに出て500億円。そして今これが中東のアブダビにありますね、アブダビのルーブルで展示をされるということで、おそらくそちらの方にも多くのファンの方が見に行かれていると思います。でダ・ヴィンチはですね、1519年に亡くなっていますので、実は昨年が没後500年ということで、パリのルーブル美術館でですね、大きなダ・ヴィンチ展がありましたね。これは大変な話題になりました。ですからもうダ・ヴィンチはですね、もちろん油絵だけではなくてデッサンとか趣向とかでそういったものが実は数多くあるんですけれども、そういったものを展示するだけでも大変話題になる、また、めったにありませんけれどオークションに出れば高額になるということで、まさに、名画の中の名画、まさに美術史の巨匠の中の巨匠ですね。そしてこのダ・ヴィンチについてまたおいおい話をしますけれども、まずこのダ・ヴィンチが生まれたこのルネサンス時代ですね、これをちょっと話をしたいと思います。実はこの話をですね、改めて、知ると今と大変重なるところがあって、これからの美術のことを考えた時にこのルネサンスを振り返るっていうのは非常に改めて私は注目したいなと思っています。で実は、美術史の教科書で必ず出てくる話なんですけれども、ルネサンス時代というのは、14世紀から16世紀なんですが、今改めてね、このコロナということで、100年前のスペイン風邪、そして中世のペストが大変話題になりますけれども、まさにこのルネッサンスが生まれた、要因、かなり時代が遡るんですけれども、ペストの蔓延というものが非常に大きなきっかけになったということは今改めて注目されてますね。でこのペストの蔓延というのが14世紀中頃なんです。それによってまさにその教会とかですね、封建領主の権威が失墜したりですね、権力者たちのが権威を失墜した、出来事があった。でそれによって中世のキリスト教というものを見直そうという動きがあったんですね。これが後の古代哲学復興にもつながると。でそれと同時に、このルネサンスがですね、実はイタリアで、中心に始まりました。なぜイタリアかということなんですけれども、この地中海貿易による経済発展なんですね。でその地中海貿易、当時のイタリアは都市国家ですので、フィレンツェやベニス、ミラノ、いわばその都市が、都市の集まりが集合体としてイタリアということになるんですが、この各都市がですね、やっぱり経済発展があった、その大きな要因がこの地中海貿易、そして特にこのベニスがですね、十字軍、異教徒を排除する、イスラム教を中心とした異教徒を排除すると十字軍の拠点になったということで、これが経済発展の大きな要因にもなってますね。そこからこのメディチ家、このルネッサンスの経済的な
パトロンともいえるメディチ家が勃興してきたわけですね。これがイタリアで生まれた大きな要因である。そしてもう一つがですね、この中世キリスト教の見直しから古代哲学をもう一回学び直そうという動きが始まったわけなんですが、それを可能にしたのもですね、このグーデンベルグの印刷術の発明、これ非常に大きいんです。これによって印刷術、それから翻訳術ですね、これによって古代哲学の書物をその時代の人たちが身近に手にすることができると、それで古代を学ぶということが大きくあったわけですね。これによって古代ギリシャ哲学の普及と、でそれらによって古代復興、人間解放ともいえるルネッサンスが大きく花開いたということなんです。で改めてこれを見ていくとですね、本当に先ほども申し上げた通り今に重なるんですよね。このペストの蔓延、まさにコロナの蔓延ですよね。これで世界中の今権力者たちが非常にどう対処しようかと、本当にみんなちょっと大変、これからどうなるのかということで、なかなか厳しい今経済状況に各国が置かれています。なんとなくこの時代に重なるところがある。そしてこの、経済発展、ここがですね、私は今の資本主義社会の発展にも重なるわけですよね。それが今、行き過ぎた資本主義が格差を生んでこれからどうなるのかっていう時代にもつながりますね。それからこのグーデンベルクの印刷術、これがですね、やはりそのメディアの普及によって、こういった古代哲学が改めて見直されたということを考えると、今デジタル時代、ネット時代ですよね。それからますますこれからその 5G 時代になるということで、そうしたものが普及することで新しい何かが生まれるんじゃないかっていう今動きになってます。ですからまさにこの歴史を振り返るとですね、これが歴史によってルネッサンスが生まれたということを考えると、今まさにコロナによって新しい時代が私は生まれるんじゃないかな、それがこれから何十年100年単位でどうなるのか分かりませんけれども、こういう歴史を学ぶとですね、何か新しい予兆がこれから出てくるんじゃないかなと、改めて私このルネッサンスを振り返るとね、今感じているところですね。そしてこのルネッサンスの中でも多くの、美術、音楽、文学、さまざまな分野で新しい時代を担う人たちが生まれたんですが、その中でも最大の、人間がこのレオナルド・ダ・ヴィンチであるということですね。そしてこのレオナルド・ダ・ヴィンチですけれども、まさに史上最高の知性であると、神のごときであると、実は前ラファエロの時にですね、このルネッサンス時代の人たちの評価は、ラファエロやダ・ヴィンチよりも少し後年 のバザリという方が残したルネッサンス芸術家列伝という本ですね、それによって私たちはルネッサンス時代を知るんですけれども、まさにそのバザリがですね、絶賛をしています。史上最高の知性である、神のごときである、そして万能の人であると、もう何でもできる、そしてそこから何でも満たす人であるということなんですね。で、それを象徴するといいますかですね、これが自画像なんですけれども、この自画像を見ただけでもです、自画像の歴史というのをまた改めてやりたいと思うんですが、この絵を見ただけでもですね、このもちろん描写力も素晴らしいんですけれども、このダ・ヴィンチのこの表情というか、本当に、まさにこの知性とか神のごときとかという言葉がぴったりと言えます。この人、これ表情を見てますとね、これもこう何と言いますか、そういうこういう人が身近にいたらちょっと逆にとっつきづらいというか、なかなか気軽に声をかけられないなというような面持ちなんですけれども、ここにこの人のですね、知性というものを深く感じるなと改めて思いますね。で、ダ・ヴィンチは画家ということなんですが、実は画家だけではなくてさまざまな分野、ここに史上最高の知性といったことの証明としてですね、画家であり、科学者であり、解剖学者であり、建築家、そして地質学者、土木技術者、動植物学者、軍事研究者、天文学者、さまざまな、ジャンルに、造詣を持たれています。そして実はこうしたさまざまな学問の、試作の原点ですね、そうしたものを追求するときにこの絵を描く、それ絵を描くことでさまざまな分野のものを追求し、そこから新しいものを生み出すという、その
あらゆる学問の施策の原点として、まあ、絵画を彼は、考えていて、まさに絵画こそ、絵を描けるということこそですね、あらゆる学問の最上位であるということを言われています。それがまさにこうしたものの、実証されているんですね。ですからそうしたものを残すデッサンがですね、約1500点あります。実は油絵はですね、十数点しかありません。ですから先ほどの、2017年のオークションで出たムンディが油絵として出たというのは非常に奇跡的な話なんですけれども、それ以上にこのデッサンがですね1500点ぐらい残されている。そしてそれが全てこうしたもののですね、解析の証明としてのデッサンなんですね。何点か紹介します。これなどは人体の、これ胎児の研究ですよね。子どもの体内にいる子どもの検証のためにこうした絵を描く、そしてそれにまつわるいろいろな文章も残されています。これもまさにこう体内ですよね。人間の体内を解剖学でこういう描写をして、ですからダヴィンチはですね、本当にその実証主義というか、実際に全て自分の目で見て、実証したもので物事を解釈しようということで、本当に徹底したある意味で リアリストなんですね。こうしたところにもそれも感じることができます。であるいはですね、これも有名なデッサンなんですけれども、これ大洪水というデッサンで、まさにその水の流れですよね、洪水の流れ、こうしたものからさまざまな森羅万象が生み出されるということも感じさせるような、この洪水の表現ですね。ですからこういう絵を見ますとですね、リアリズム、リアリストなんですけれども、ある意味で抽象にも見えるわけですね。20世紀抽象絵画というものが大きく展開しましたけれど、抽象の源流ということを考えるとですね、実はこうしたダヴィンチがこういう森羅万象の現象をこういう絵画化したという、ここにもですね、実は抽象画の原点を私は見るような気がしていて、実はもちろんこの時代は抽象画という概念はありませんでしたけれども、実は絵を描くということの原点はですね、ある意味で抽象にあるということを改めてこうした作品を通しても感じることができます。こちらがですね、ベツレヘムの星と他の草花ということで、草花のを描いている、デッサンなんですけどね、本当にそうした身近にある草花も本当にその細密によく観察をしながら、その成り立ちをね、描くことで実感するといいますか、学んでいます。あるいはこれはですね、工場 の図なんですけれども、これ大砲を作る工場なんですけども、実際にこういうデッサンをすることで、どういうことでその大砲が作られているかって工程もね、学ぶということが実証されています。こうしたものをベースに実は油絵を実は残されていると、同時にこうしたものをベースにですね、それぞれの各ジャンル、まさに万能の人とも言われるぐらい各ジャンルでですね、何かその地質学を極める、植物を極める、解剖を極める、天文学を極める、建築を極めるということまで至ろうとした。実はそうした各分野で後々のさまざまな研究の実は基礎を作ったとも言える人なんですね。そして実はそうしたデッサンの中でも最も知られているデッサンがこちらです。これが、ウィトル・ウィウス的人体図というものなんですけれども、このウィトル・ウィウスという方は、ローマ時代の建築家なんですが、その方が残された建築論をもとに人体のですね、プロポーションをこれによって、追求しました。で例えばこれここに円が書いてあります。でここに正方形ですね。でこれによってですね、理想的なプロポーションというものを発見しようとしました。で例えば、手をですね、 両方の手をこの正方形のこの線に合わせて伸ばしたこの長さと、この人体の長さがこういう比率になって、ほぼ等比であるということ、それからこの顔もですね、ここからですね、これを顔をまさに八頭身という言葉がありますけど、顔を8つ並べるとこれが、人体の長さになるとかですね。でこうした中で最も有名な発見がですね、黄金比です。1対 0.618 と、
これ理想的な、比率と言われてますけれども、実はこの、この長さが1としてですね、この円のこの半径ですね、このおへそのところからこの長さの対比がですね、ここが実は1対 0.618 なんです。でこういう、まあ、実はこうした図解を通して、さまざまな検証を通してですね、黄金比、理想的なプロポーションの比率というものを彼は実証して、まあ、見出したわけですね。これがまさに1対 0.618 と。でこれさ絵を描く場合に最も理想的なその形、見ていて美しい比率というのがですね、よく黄金分割という言葉もありますけど、黄金比としてね捉えられるんですが、まさにこの1対 0.618 というものを、こうしたものを通して彼は、まあ、実証というか発見をしたわけですね。これがまあ多くのその後の、まあ、絵画だけではなくていろんなところでこの黄金比というものが、生かされると。でその原点を見出したのがダ・ヴィンチであるということですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。